JR 信濃大町駅前に6月にオープンした本と茶扉。築110年の空き家をリノベーションしたカフェ併設の書店ですが、一般的な書店と違うところがあります。こちら中に入ってみますと、このように本棚が並んでいます。一見普通の本棚に見えるんですけど、よく見てみると屋号がついていまして、それぞれの区画にオーナーがいるんです。月々1000円で自分の区画を持つことができ、好きな本を好きな値段で売ることができます。古本でも仕入れた本でも自費出版の本でも大丈夫。つまり1000円で自分の書店を開くことができるというわけです。もともと本が好きだったということもあるんですよね。で、本屋にはなってみたいなみたいなのはありました。人の本棚を覗ける感じはいいよね。そうですね、なかなかね、お家とか行かないと覗けることはないけど、やっぱり自分手に取ってね、こうパラパラやりながら選べるっていうのは、この本、個人的ですけど、好きな人間にとって非常にありがたいとね。一般的な書店は運営会社や店員がラインナップを決め、ジャンルごとに分類して本棚に陳列します。一方こちらの書店では、区画ごとにそれぞれ持ち主がいます。現在は30人ほどのオーナーがいて、それぞれの棚にそれぞれの趣味嗜好が詰まっています。店主の宮田麻子さん、さまざまな人が交流できるようにと書店を開きました。もうね、この方は本当に文庫をたくさん持ってらっしゃる方。この書店名見ていただくと分かる通り、本当はね、売りたくないんですよ。もう大事な本なんです。このお気に入りをやっぱり売りたくないんだけど、ちょっと泣く泣くお売りしますみたいな、この屋号に現れてる。宮田さんは長野市出身。外資系の企業で働いたり、東京豊島区のまちづくり事業に携わったりした後、コロナ禍を機に大町市に移住しました。宮田さんにとって大町市は、祖父母が書店を経営し、よく遊びに来ていた場所です。しかし町にかつてのにぎわいは感じられませんでした。小さい頃遊びに来てた大町のイメージとあまりにも町が変わっていて、残念ながら最後の、個人書店さんも去年の12月で閉じられたんですよね。再びここにこう人が行き交うような何か拠点にできないかと思った時に、その自身のルーツの、書店というキーワードが頭に浮かんで。祖父母が書店を閉じたのは50年前。半世紀ぶりに新たなスタイルで書店を復活させ、にぎわい再生を目指すことを決めました。本棚のオーナーの顔ぶれは様々。市内に住む岡本正美さんが並べているのは山と食に関する本。主人が実はちょっと亡くなってしまって、主人が大好きな本がたくさんあるんで、主人のある本をせっかくなんで、並べさせていただけたらと思って、声をかけさせていただきました。上田市の浅和隆弘さんは経済や環境に関する専門書を置いています。ここのに出ていた本を編集された方がこの大町に今住んでいて、20年ぶりに自分が編集した本に出会ったみたいな、そういう出会いが生まれたりとか、思わぬ出会いが生まれてきたりして。オープンから5ヶ月、宮田さんの狙い通り、さまざまな人が行き交う拠点になりつつあります。実は長野県は書店がない自治体、通称無書店自治体の割合が 54.5% で、全国でワースト2位です。信州になぜ書店が少ないのでしょうか。
調査をした出版文化産業振興財団によると、学校図書館だったり県立図書館だったり市町村立図書館が非常に整備されていて、書店様の代わりになっているという可能性もないことはないとは思います。ただ書店と図書館の役割は違うので、子どもたちが学校帰りや立ち寄れるっていう本屋さんがないと、やはり将来的に大きなマイナスになるんではないかと。宮田さんが定期的に開いているイベントがあります。書店の中で何やらお客さんと話し合い、するとこっち入りますね、外へ飛び出し街歩き。このイベントに書店を開いた本当の理由がありました。書店に本棚のオーナーとお客さん20人ほどが集まりました。店主の宮田さんが主催する扉ラボというイベントです。本棚のオーナーがプレゼン、それをもとに参加者たちで議論します。小さなアクションから都市を大きく変える、まあ、計画は計画倒れで終わる可能性が多いので、まだこの小さなアクションから少しずつ変えていこうという、いう本です。この日紹介されたのはイギリスのトッドモーデンという田舎町の事例。女性たちが街中に食べられるハーブを植え始めたのをきっかけに、世界中から人が訪れるようになりました。こっち入りますね、小さなアクションが街を変えるという視点で書店を飛び出し街中を散策することに。ここは昔、お惣菜屋さんでした。ここはで、もう市に寄贈されて土地を。今はバスの駐車場になっているスペースです。いつも観光バスがいるわけじゃないので、時間帯で使うっていうのもあるのかもしれないですね。ここいいですね。ここを使いたいですね。マルシェとかどういうふうに使えるかなとか、そういうことをこう考えながらその回ると全然街の風景って違って見えて、めちゃめちゃ面白かったです。みんなで話せる、みんなで見れる、そういう場が今回提供されたのがめっちゃ素敵ですよ。でやっぱ本をきっかけに学んで、それでこう実践に移していくっていう意味では、本屋さんってこういう何かアクションを起こす場にはとってもいいなって思ってます。宮田さんが書店を開いたのは五日町と呼ばれる地区です。かつて日本海から塩を運ぶ竹仁街道の宿場町として栄えた商店街、黒部ダム建設の企業城下町としての歴史もあります。しかし現在通り沿いの商店は宮田さんの書店と酒店だけになってしまいました。ものすごく賑やかだった時代を抱えているだけに、余計その寂しさっていうのはよく際立つのかな。お店の中のこともそうですし、お店の外でこうこの通りにね、こうはみ出してって、この町の人たちといろんなこう関わりを持ってやっていきたいなと思っていますね。新しいスタイルの書店がにぎわいを取り戻すきっかけになることを願っています。